シートレインは、カナダのアルバータ州、カルガリーにある、ライトレール鉄道路線に与えられた名称で、カルガリートランジットの下で運営されている。シートレインド線ズアー見かけ区間は、ダウンタウンの無料区間 SD-160 車両、シートレインの旧型車両、シーメンスデワグユ九2981年に開通。総延長 56.2km45 駅が運行中である。 大きく二つのルートに分かれ、201と202と名付けられており、ダウンタウンでは共通となる。車社会の北米にあっても、シートレインの利用客数は非常に多い。2012年に開通したウェストブルック駅付近は地下鉄となる。北米の LRT 路線としては2012年に、週に28万5000人の乗客数を数え、メキシコのモンテレー LRT に次いで多く、 LRT 路線の成功例として取り上げられることが多い。1回券は3ドル、カナダドル。セブンス・アベニュー沿いのダウンタウン区間は無料である。系統は201系統のレッドラインと202系統のブルーラインがあり、セブンス・アベニュー沿いのダウンタウン区間は、平洋区間でトランジットモールとなっている。新型車両の S200、S200 の、車内ダウンタウンのトランジットモール区間の7。 ストリートサウスウェスト駅、トランジットモール区間のダウンタウンウェスト、カービー駅地下駅のウェストブルック駅降下駅のサンアルタ駅、グリーンライン完成後の計画路線図201、系統とも呼ばれる。202系統とも呼ばれる。2020年建設開始、第1期区間の 20km が2026年に開通予定。総延長 46km、28駅の 超低床電車による運行路線として計画されている。中心部は一部区間が地下鉄となる203系統とも呼ばれる予定。駅名はかな。ありがとうございます。